龍門石窟のルシャナ仏、龍門石窟、龍門石窟は中華人民共和国河南省落葉市の南方13キロ、伊賀の両岸にある石窟寺院。龍門石窟としてユネスコの世界遺産に登録されている。北魏の高文み門が平城から落葉に遷都した494年に始まる。仏教彫刻史上、運行石窟の後を受けた。 流紋期と呼ばれる時期の始まりである。流門石窟の特徴は、その硬さ、すなわち、運行石窟の荒い砂岩室と比較して、緻密な観覧岩室であることである。そのため、北魏においては、雲行のような巨大な石窟を改作することが、技術的にできなかった。義所釈老史にも、500年に、千部帝が高踏み帝のために造営した石窟は、規模が大きすぎて、 日の目を見ず、計画縮小を余儀なくされた天末を記している。様式上の特徴は、な長で撫で型、首が長い造形であり、華奢な印象を与える点にある。また、中国固有の造形も目立つようになり、西方風の衣装は、気迫となる。もっかけ座が発達して、装飾も繊細で、絵画的な表現がされるようになる。最初期は5世期末の、 古洋洞窟内に見られる私的な仏願の造営に始まる。乗竹三角の計画を受けて改作された金曜洞三窟のうち、実際に北魏に完成したのは金曜中洞のみであり、南と北洞の完成は唐の初期であった。その他、北魏時期の代表的な石窟としては連下洞が見られる。また、北魏滅亡後も石窟の造営は細々とながらも継続され、 薬報道は、北西から隋にかけての時期に造営された石窟である。東大には、義王利康氏が、貧費三道を修復し、貯水量に命じて、書道史上名高い、遺血物岩碑を書かせ、641年に検討した。書道の代表は、656年から670年に完成した高自然寺道である。その後、道や万仏道が完成し、 この構想時代に流門石窟は最盛期を迎えることとなる。絶頂期の石窟が675年に完成した宝泉寺堂である。これは高層の発願になるもので、皇后の竹師、後の不足点も城剤を寄進している。その本尊のルシャナ仏の顔は当時すでに実験を掌握していた。 不足点の要望を写し取ったものという伝説があるが、奇と時期的に合わず、今では否定されている。また、不足点は、弥勒物の化身と言われ、尊在としても合わない。龍門最大の石窟である。不足点の時代には、西山の南方、浄土道の付近まで造営が及んだので、不足天末より元想にかけての時期には、東山にも石窟が改作されるようになった。 関禁自動がその代表である。入場料は2020年1月現在通常期120元、換算期90元。西山石窟、東山石窟、香山寺、白巨威ぼ園の4カ所に入場できる。東山石窟と西山側の入り口は有料の電動カートがあり、労度などにより利用できる。市内各所から龍門石窟きのバスが運行されている。 高速鉄道の洛陽流門駅からは71素地と V9 素地を利用する。この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。ありがとうございます。